Please follow the road for 2 kilometers. アラブ、はい、もう恐れ入りました。恐れ入りました、ごめんなさい。何ですかこの加速のスムーズさと、この乗り心地。路面にピタッと張り付いて。いやー、まだ 500m ぐらいしか走ってないんですけれども、いやレースやっててね、これだっていうタイヤにぶち当たった時はね、ピットロード 10m で分かんのよ。はあはあはあ、タイヤも冷えてて、はい、空気圧もまだ 1.4 ぐらいでしょ、だけどいいタイヤって本当に数回転コロコロって転がったわけでね、分かっちゃう、分かる。それと同じような感触が。当たり前のこと言うよ、丸いんだよな。あー、なるほどね。だって車ってさ、はい、タイヤで走ってんじゃない、はい、だから全てが丸くなきゃ本当はいけないんだよね。でもなんかいろんなところにこうガクガク感が出てきちゃうじゃない、はい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 、だから加速ブレーキ乗り心地ステアリング、うん、全部がこう丸い丸い丸いのが自動車。これは丸ですね、そういう意味では大丸でしょこれ。すごい、みんないびつなんだよね、こうデコボコしたりとかね、はい、ある性能だけ良かったりある性能ダメだったり、うん、だからなんか今までこう乗り心地とハンドリングとかこう勝手に分けて考えてたけど、気持ちいいっていうのは1個だね。なるほどなるほど、バラバラではないし相反しているわけではないということですよね。丸いのがいいね、丸い。もうこの微妙にこう地面のロードのね、こう凹凸のところをさ、基本的にはまだ舐めてるじゃない、はい、だけどサスがスッとこう下がってさ、はい、地面にこうペタンってこう吸い付くような感じありますね。もうなんかタコの吸盤みたいな感じだよね。シュッとこう吸盤のような吸盤。でもこのその吸盤がさ、はい、上側には離れないじゃん。そうですね。だから今度リバウンドするときに、地球をこう一緒にサスペンションとして持ち上げてくる感じだよね、はい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 、地面がフッと上がる感じ、うん、だから車体とボディと路面がいつもこうくっついてる、はい、みんな多分さ今日10 20人ぐらいの10台ぐらい乗ってんじゃん日本人、はい、もうみんな歓喜の声を上げてるだろうね、今のね、うなってると思いますよこれ、まあ、ここからはちょっと NG で、まあ、放送できないけど、はい、それ以前の問題でベンツはすごいね、すごい。